インベストオールとは、スウェーデン、ストックホルムに本社を置く投資会社。スウェーデンの財閥一族であるバレンベリ家により、設立され、現在もファンデーションアセットマネージメント AB を通じ、バレンベリ家のコントロールを受けている。ナスダックストックホルム上場企業。1916年10月、スウェーデンでの法律改正により、銀行が、 企業の株式を長期間保有し続けることが困難となったためバレンベリ家のコントロールするストックホルムエンスキルダ番犬から投資企業としてスピンオフさせる形で設立された。当初からアトラスディーゼルやスカニアに投資を行い1924年にアストラへの投資を開始した。1932年に世界のマッチ王と称された。 イーバル・クルーガーの影響力が消滅すると、その中心企業であったスウェーデン・マッチ・エリクソン・ SKF に次々に投資、主要株主となった。インベストールの CEO は SEB の出身者が占め続ける中、1956年にエレクトロラックスへの投資を開始、1970年代にはスウェーデンの製紙大手4社を投資対象に加えた。 1 9八十年代に入り、ストックホルム証券取引所の運営企業である OM が設立されると、その主要株主となった。1 9九十年代に、ストラインソが設立されると投資対象とし、二千十年代に入り、アブグループ、ハスクバーナ、祖母やアメリカ合衆国のナスダックインクへの投資を強化、メンリケヘルスケアの9割以上の株を保有し、2012年に、 フィンランドのバルチラに投資を開始した。1994年に未公開株を対象とする部門のイークトをアメリカの投資ファンドと共同で設立。同社は2019年9月株式公開企業となったが、現在に至るまで同社の最大株主となっている。ありがとうございます。